ポップティーン TV。 ディディーラです。はい、ダニエルです。はい、はい、だから料理対決するんですけど、その間にたった5人のドッキリを仕掛けたいと思います。そのドッキリは、検索
のいい演劇決めですね、状況です。はい、はい、はい、今日ですね、次世代遠足に来ています。今回はですね、あの私たちひまきょうの初ドッキリを、ね、仕掛けていきたいと思います。内容はですね、私たちが、丸く言うとあの喧嘩ドッキリなんですけど、なんかちょっとひまがなんか不機嫌にぐわーみたいな感じで、ひまが不機嫌になってって、それでちょっとだけ小京がおいみたいな感じで切れて、それで最後はダチョウ倶楽部みたいにチュッて押しちゃうという、あのキツゲーでございます。キツゲーをしてみんなで柔らかな感じで終わりたいと思います。もう超リアリティある迫真演技で、もう迫真の演技で頑張りたいと思います。見ててください。楽しみでーす。 OK。 あー、美味しくない？味しねーよ。仲良くなった。みんな準備して帰れよ。もういい感じですよ。みんなの時だってさ、何の時だ？どうしたんだ？帰れよ。ダメ、手出しちゃダメ、やめてもういいよ、楽しい、ハッピーの終わりだ。やめて、顔傷ついたら意味ないから、本当に元も子もないでしょ。ちょっとじゃあ今日何のために、やめて、ダメダメやめて、お願い、待って、いいや。そういうタイプでしたっけ？そういうタイプの石鹸ってありましたっけ？あ、でもいい匂いですね、普通に。ですよね、いい匂いですよ、ね、うん、え、マジ？いや、おかしいじゃん、絶対。え、こんな赤くなんないっすよね。ちょっと、え、しかもなんか普通にあれじゃん。ダメだ、ここにプチ失敗した。洗ったら手が血まみれになる石鹸っていうやつなんだけど、いやいやいや、待ってください、血じゃないっすよ、これ。でも実際に多分僕、水にこうやってやっても普通になんだこれで終わりっすよ、絶対。なんか、すいません、ドキしないんですけど、あの手の臭、あ、魚の臭さ取れました。やっとよ。いやー、よかった。ありがとうございます。お前さ、はい、手臭くね？あ、臭っ。何の匂いすんの？魚のなんか変な匂いでしょ。あ、やったほうがいいぞ。あ、わかりました。
てない。怖っ。怪我してんの大丈夫？今怪我してる。今ビリビリする。ビリビリする。大丈夫？何何何？パパ怪我してんの？うわ